えー、こんにちは、りょうです、えー。それでは今日もお金の勉強をしたいんですけど、今日はちょっと番外編ってことですごいお金の勉強で外貨預金の関してなんですけど、えー、面白いツイートを見つけて、そこについてちょっと話をしたいと。この旅はライフの方がね、話してくれてたんですけど、あの、100万円を定期預金にした場合にもらえる金利ってことですね、年で、えー。日本円でまあ100万円預けたとすると、インドだったら6.4%だから6万4千円つくよ、みたいなね。えー、日本だったらこの0.01%だから100円しか、 100万円預けても増えないよって。これだったら日本の銀行にお金預けようと思えないねっていうね、話をされてて、すごい面白いテーマだなと思ったんで、話をしてみたいと。で、これについて話をしたいんですけど、その前に旅はライフのりょうちゃんについてね、話したいんですけど、すごいね、旅はライフっていうすごい素敵なブログされてて、死ぬまで新婚旅行っていうね、すごいいい感じのこうブログをされてて、僕もいつも楽しんで見させてもらってるんですけど、あの、本当にね、すごく仲良くさせてもらってて、 えー、写真とかもあのすごい素敵なんですよね。こう大人高い高いとか言ってね、なんか素敵な写真がすごいいっぱいあって、いつもあの本当に楽しく見させてもらってるんです。で、今回ねあの、今回面白いテーマだったんで、これについて議論したいと。で、DM を送ってあの、ダイレクトメッセージですね、送って確認を取ってて、いいですよってことを快く言ってくれたんですごいありがたいなと思って、でそれについて、えー、ちょっとこう話をしてみたいと。すごい本当に面白いテーマだなと思ったんで。で、 えこの高金利の通貨とインフレでフれってものについてお金の勉強する上で結構大事なテーマなんで話をしたいと。ね、もう一回確認なんですけど、えー、りょうちゃんが言ってくれてるのは100万円を定期預金した場合にもらえる金利ですよね。まあ、インドだったら6.4%とかね、こうやってザーッと、えー。日本だったら考えられないような金利がついてると。 これだったら日本で預金する気が起きないよねと。確かにこれの数字だけ見たらその通りなんですけどね。この%、パーセント、利率だけで見たらその通りなんですけど、ちょっと落とし穴があって、一概にそうも言えないと注意点をお話ししていきたいんです。まず、大前提として、現地通貨であるということですね。みんな結構ね、これね、円で考えてませんかって、パーセントで見たらそはそうなんですけど、上記はね、現地通貨ですと。この利回り、利息、金利ですね。 この金利は現地通貨で預けた場合の金利なんですよね。円で預けた場合の、えー、パーセントじゃないですからね。現地の通貨で預ける。インドだったらルピーとかね。あの、タイだったらバーツとか。そういう金利で、あ、金利じゃない、通貨で預けた場合の、えー、パーセントなんで。つまりね、為替リスクがあるんですよ。もちろん上がること下がることってのもあるんですけど、小さい国っていうのは全然こ年間このぐらいのパーセントと余裕で上下するんで、いざ円に変えたい時に、 えー、上下しててね、えー、価値が仮に安くて半分になってしまってたらいくら 10%20% ついても、えーね、現地の通貨の価値が日本円に比べて、えー、安くなってしまってたら、えー、全く意味がないとまだ円建てだったらまだいいけどもねっていうことでだから為替リスクが必ず出てくるんですよとそれから新興国の銀行であるっていうことですね、えー、日本とかね他の先進国の銀行と安全性が全く違うんですよ、えー、銀行ね 銀行っていうと、預金をまた他の人に貸して儲けるビジネスですよね。だから日本の銀行だったら、預金するみんながいて、銀行にお金を預けて、でそこから貸し出す先の企業にいろいろお金を貸していくと。ね、ここのリザを取るわけですよね、えー。銀行はここにある程度高いパーセントで貸し出すと。ね、この預金している僕たちに、だからお金を銀行に預けてるから僕たちは銀行にお,か、えー、お金を入れていると、銀行は、えー、金利をつけてくれるわけですよね。 で、高金利の理由はってことなんですよなんでそんなに金利がね、えー、つくのか貸し出し先にそれだけリスクがあるってことですよ簡単に言えばここにねそれだけリスクがあるってことそれだけ銀行が預金する人に対して高い金利を払わないとお金を預けてもらえない何か理由があるってこういう考え方をしてほしいんですよねねわざわざ高い金利を払わないと預金する人がお金を預けてもらえない あと、高金利で言えば、えー、たくさん高金利つく国って他にも、まあ、これ以外にもいっぱいあるんですよ。ブラジルでも6%とか、カンボジア5%とかね、まあ、インドでも6%とかですけど、ただ基本的にリスクが高いんだと、リターンが高いってことは基本的にリスクが高いと、ローリスク、ハイリターンっていうのは、まあ、なかなかっていうか、そうそうあるもんじゃないと、やっぱりリスクが高いからリターンが高いんだと。ね、日本の、えー、銀行と一緒にしたらダメってことですね。 例えば、フィリピンのオウンバンクっていうね、これ結構有名な、えー、案件なんですけど、利回りが10%つくんですよ。あ、こんなん絶対預けたらダメですよ。あーのー、利回り10%つくんですよ。これっていうのは銀行の名を語ったリスク案件ですね。フィリピンの通常の利回りって1%ぐらいしかないんですよね。通常の銀行の利回りって。1%しかないのに、同じフィリピンの中で銀行で利回り10%ですよ。なんでそんなことが起きるかってことを、こう、パッとね、おかしいって思えたら、えー もう金融のリテラシーっていうか、だいぶお金に関する知識が上がってるってことなんですけど、えー、結局この貸し出し先の企業、本当に企業に貸し出してるかすらわかんないですけど、えー、ここが異常にリスクが高いってことですよ。この預かったお金のこの先のところがね。だってこの借りる側も10%とか高い金利で借りませんもん。だって銀行の普通の金利で1%ってことは、もっとこの人たちは本来銀行から安く借りれるんですよ。それを えー、預金者に10%つけるってことは、銀行は一体ここに何で貸し出してるんだっていう話ですよ。ね。15%とか20%とか、もっとかもしれない。そのぐらいの金利で貸し出してるわけで、そのぐらいの金利を払ってでも借りたい企業ってどういう企業かって。もう潰れかけてる企業とかね。いつ潰れてもおかしくない企業とか、他がお金を貸してくれない企業ですよ。ね。だから、銀行の貸し出し先がね、日本の銀行と全く意味が違うんだと。 だから海外の銀行と日本の銀行を同じように考えてはいけないよっていう。でも一概にダメなわけじゃなくって先進国やったら日本より安全な銀行ってのはもちろんたくさんありますよっていうことですね。でも新興国でしょ大体いい金利が高いね。あとは現地で使えば増えてるじゃないっていう人いるんですよね。えー、数字だけはねと。ね。えー、円じゃないですけど100預けたお金が10%ついたら110っていう何数字になってると。数字だけはねと。基本的に高金利の国っていうのはインフレなんですよ。 インフレってわかりますか前、まあ、やったと思うんですけど、インフレっていうのは、ものの価値が上がって通貨の価値が下がるってことですよ。つまり、えー、まあ円で考えてくれてもいいんですけど、100万円預けて5%金がついた、105万円になったら嬉しいじゃないですか。でも、世の中のものの値段が全部5%上がってしまってたらどうですかえ、今年100円で買えたものが全部105円に上がるんですよ。一緒でしょだから、 基本的に高金利の国っていうのはインフレなんですよ。だいたいそういう風になっててね。で、あと、そのためにわざわざ海外行くのかと。これまた別の理由ですけど、えー、現地で使えばってけど、そもそもの目的変わってるでしょみたいな。移動のコストとか、飛行機代かかりますよ。ね、ホテル代かかりますよ。って、銀行口座開設するのにお金かかりますよ。って、現地行くのにね。あとトラブル何か起きた時にどうするんですかみたいな。しょっちゅう海外の銀行って泊まったりしますよ。とか、本人確認するのに現地一回行く、くわざわざ毎回行くんですかとかね。 ね、まあ円じゃないけど100万円分預けて10%ついたとしてね仮に10万円だと実際は円じゃないですよでもハイリスクの案件にさらして10万円増えたとじゃあまた移動コストはかかるし自分の時間も使うししかも円じゃないってねそもそも論でみんなあのその国で使いたくてブラジルでお金使いたくてブラジルに預けてブラジルのお金増やすんですかみたいな違うでしょっていう話でねじゃあ,あのいっぱい預けたら金利分 でね、移動の分ぐらい出るかもしれないじゃないかっていう人いるかもしれないんですけど、1000万円だったら、えー、新興国の銀行にそんな大金預けて安心できるんですかみんなみたいな。まあ、海外にね、為替リスクとか、為替リスクというか、そのいろんなリスクを背負って、1000万円以上預けて別に安心して、なくなってもいいやって安心できる人だったら入れてもいいと思いますけどね。基本的にはそういう人はいないんじゃないかなそれから、円やドル建ての銀行だったらどうなんだと。 言われる人いるんですけどね、為替リスクなくすのに、円建ての銀行とか、ドル建ての銀行とかあるんで、えー、アゼルバイジャンとかだったらドル建てですね、ドル建てで金利10%、定期預金で、今ちょっと覚えてないですけど、定期預金で10年ぐらい預けたらドル建てで金利10%なんですよね、10年定期ね。実際、えー、これね、僕も見に行ったんですよ、アゼルバイジャン。現地の人たちに聞いた。たまたま聞いた人がそうだったかもしれないんですけど、僕が何もに聞いた人によると、現地の人たちね、銀行のこと全然信用してなくて、 いつ預金封鎖されてもおかしくないから、給料日に落とす、すぐ引き出すっていうね。要はそんだけリスクが高いんですよ。日本の銀行の感覚でいたらダメだよってことですね。だから高金利っていうのはそれだけ何かのリスクがあるんだよと。日本の銀行みたいに預けといて、来年もきっと潰れてなくて、たまたまずっとただただパーセントで増えていく。そんなことないよと。あと利息にかかる税金っていうのが各国によって違いますよと。例えば非居住者の定期預金ね。 要は僕たち外国人、向こうの現地の人にしたら僕たち外国人が、えー、銀行に定期預金すると利息の 15%, 15とかね、まあ、各国によっては違うけど税金として引かれる時とかもありますよと、そういうコストもかかりますよじゃあ日本の銀行で外貨預金すればいいじゃないかって、ね。高金利の通貨だから一緒ですと、えー。ぼったくられるだけ。えー、まず高い為替手数料取られますね。日本の銀行これね、また投資編でやろうと思ってたんですけど、日本の銀行で他の国の通貨に の変えようと、ものすごい高いね、為替手数料を取るんですよ。もうぼったくられるだけやと。ね。えー、5ドルに変えるとか、まあ何に変えるのもそうですけど、ものすごい高い為替手数料を取られるんですよね。だから、えー、意味がないよと。で、為替リスクがあることに変わりはないでしょっていうね。だから結論意味がないと。えー、まとめ。日本っていうのはね、預金金利は確かにつかないですよ、今。つかないですけど、日本って今若干まあ、インフレに一応行ってるとは言われてるんですけど、ずっとデフレだったんですよね。 デフレの時だったら、預金金利がついてなくても、例えば1、1%毎年物価が下がるんですよ。デフレっていうのはね。1%物価が下がるんだったら1、1%お金が増えたのと同じでしょと。だから、今年100円だったものが来年99円になったと。これはお金の価値が1%増えたってことじゃないですか。ね。だから、銀行に預けてて金利がついてなくても、お金の価値は上がってるんですよ。ね。インフレだったら、 1%, えー1毎年物価が上がると。そうすると1%お金が減ったのと同じだよ、ね。金利がついてなかったらお金の価値が減っちゃいますよね。だから、えー、デフレかインフレかっていうので、もう大きくやっぱ変わってくるんで、えー、一概に数字が増えるから増えないからってところで判断したらダメだよと。一概に利回りが高いから正解じゃないと。だから利回りだけに取られたらカモになりますよって。かといって別に日本が正解って言ってるわけじゃないですよ。日本だから投資したらダメとか言ってるんじゃなくて、 トータルで考えるのが大事なんだよって話ね。日本の銀行に預けてても増えないから投資に回そうってこ,うこれにはもうすごく同意ですねだからただ一概に利回りだけに取られて外貨預金したらかもられちゃうよってそういうことですねだからでもかといって外貨預金イコール安全じゃないからねっていうそういう話だからね今回すごいいいテーマで、えー、りょうちゃんくれてあのー、最初に言ったみたいに間違いを指摘する趣旨じゃないんですよこれが間違いかどうかもわからないしね 今回は間違えってわけじゃないし、仮に間違えてたとしても誰でも間違うしね。うん。で、僕自身昔こう思ってたんですよ。海外にお金持って行って10%増えにやったら楽勝やんって思ってたんですけど、そういう時代が、えー、若い時はあって、えー、思うんですけど、えー、よくよく考えると違うな、みたいなね。だから、考えて議論するっていうのがすごい大事ですねっていう絶対会はないからね、えー。各自の環境によっても違うよと。だからやっぱ楽しいんですよね。こういう議論っていうのがすごい楽しいね。だそんなこんなで、えー、今回の動画を 作ってみました、えー、旅はライフのりょうちゃんねいい勉強のテーマありがとうっていうことでみんな、あのー、今後も応援してすごいねあの本当にいい楽しいブログなんであこんな生き方っていうのもあるんやなってことであの面白いと思うんでみんな是非ね、あのー、見てみてください、えー、で皆、えー、さんも、えー、ご清聴ありがとうございました